はい、どうもようこそダンススタジオタートルチャンネルということで、本日も私クーニが皆様に楽しいダンスをお届けいたしますということなんですが、今日はですね、ちょっとソウルステップのバリエーションということで、まあ2回に分けてですね、4つのパターンのステップを皆様にお伝えしようかなと思っております。はい、ということで、まあソウルステップバリエーションということで、今日は2つのパターン、まあね、全部一応4つをつなげると気持ちいい感じになるような感じですね。感じばっかし言ってますけどね気持ちいい感じでいきましょうよ、ダンスはね。はい、ということで2つのパターンをお伝えしようと思うんですが、これね、実はですね、ワイズブギーって言われてる、まあステップのバリエーションなんですけど、ビバップクルーのね、吉坊さんですよね。はい、僕も大好きなダンサーの方で、偉大な方なんですけれども、吉坊さん考案のステップということで、まあ僕のね、やっぱアレンジも入ってしまってはいるんですが、非常にやっぱりリズム遊びが、まあ、楽しいというか、うまいこと作りはるなという感じで、僕も非常に勉強させていただいておりますので、皆さんもよかったらこれ練習してですね、ソウルステップを作る時の何かヒントを掴んでいただければいいんじゃないかなと思いますね。まあ僕の動画をですね、僕のと言いますか、このタートルチャンネルですね、私たちのこのチャンネルを見られてる方は、お、なるほど、これここであれだなとか、あ、ティエンポだなとか、はい、コントラだなここだとか、あ、シンコペさしてるなとか、分かってくるんじゃないかなと思いますので、早速やってみましょう。はい、それでは早速やっていきたいと思います。さあ、2つのパターンを今からお伝えしますからね。まず1つのパターン、これ非常に重要になってきますので、頑張って覚えてください。まず最初なんですけど、まあ、蹴るんですね。蹴り3発です。で、これあのブギーウォークっていうので過去動画やってるんですけど、もう一度軽くお伝えしておくと、まあベースなので頭はスカイフック状態で、あまり体が落ちないように引き上げておきますね。まっすぐ、前傾あまりしないようにまっすぐですね。で、そこからお腹、足の付け根ですね。で、背中の付け根は骨盤を安定させまして、お腹と足の付け根から引き上げてくる動きですね。この動きですよね。この引き上げてくる動きをまず練習します。で、僕は足長に見せたいんで、このすねからこのつま先まで伸ばして、この中同じ流れラインを作りましてね、こうすねが長く見えると足長く見えるでしょう。はい、まあ、こうでもいいんですよ。でも僕はこうしますね。ちょっと足長く見えません？見えませんかまあまあ見えるんですよ、こう引き上げるような感じで、もう一つなんでこれいいメリットがあるかって言ったら、ここでね、こう立てるんでね、床をね、ここで押せるんですね。押せるんですよ。押せるんですね。で、押せるかつ、足の付け根で引き上げてこれるということですね。で、上げたやつを下に振り下ろすように、蹴りを入れていくわけです。こういう感じですね。ポッ、ポッ、ポッと、ワン、ツー、スリーと、蹴っていくわけですね。で、ワン、ツー、スリー。いけますかね。で、ちょっと、ワイズブギーになると、ちょっとこう、なんていうんですかね、これ跳ねた感じでやるんですよね、吉坊さん。ワン、ツー、スリー。置いたら、円で、前、ホーリングクロス。フォー。もう一回、せーの。円、ワン、ツー、スリー、円、フォー。もう一回いきますね。せーの。ワン、ツー、スリー、円、フォー。いきましたね。ワン、ツー、スリー、エン、フォー。ファイブで左足向かい蹴って、左、ファイブ。シックスクロスですね。で、セブン。エイで向き変えます。ここはエッジを利かして、こっちつま先かかった、こっちですね。小指側の付け根、こっち親指側で、キュッと向き変えて、で、歩く。奥。で、前向きながら、後ろに。はい、いきますね。最初から、せーの。エン、ワン、ツー、スリー、エン、フォー、ファイブ、シック、
7、8、歩く、1、2、で前向きながら、3、4、そしたら、円で寄せてきて、5、6、ブルックスですね。で、7、8で、チャチャね、2発っていうステップなんですよ。はい、蹴って、蹴って、蹴って、ホーリング、蹴って、クロス、足出して、向き変える。歩く、前向きながら、ポップコーン、寄せて、ブルックス、チャッチャッチャ、っていうステップですね。この、寄せたらば、ポップコーン終わりまして、ポップコーンも過去動画やってますからね。後ろ入れて、はい、寄せましたらば、先足出したところより、よりもう少し向こうに出したら、ちょうどね、真ん中ぐらい戻ってこれる。最初に立ったところに戻ってこれるようになってるんで、そこを目指して、立った、たと言ってください。で、まあ、ちゃーちゃと。まあ、前に出てももちろんいいでしょうし、まあ、次のステップのためにちょっと前に出てますけどね、軽く僕は。ちゃちゃはしっかり足元に上げて、じゃ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 、親指と、素足指の付け根あたりのボールの部分で床をしっかりとタップしていってあげるような流れでいきますね。せーの、ワン、ツー、スリー、and four、ファイ、シー、セブン、and eight、ワン、ツー、スリー、and four、and five、and six、セブン、はい。で、次が二つ目のパターンですね。左、右となってますね。はい。行きました。そしたら、ブロードウェイウォークですね。N1、N2 と行きました。で、3、4、N5 ですね。6、7、8、1、2、N3、4、5、6、7、8。っていうステップなんですね。ちょっとややこしいですよね。左右といきました。足をクロスさせながらブロードウェイウォーク、これ過去動画でもやっておりますね。ブロードウェイウォークってですね、しっかりアウトラインとインライン、後ろに持たれるようなイメージを使ってバックで取ります。こっち側の支えてる方の足、右足ですね、しっかり指で床をムニュムニュと取れるようにプエンタ、押す感じですね。押したらば、こっちに行きます。で、クロスしたら、左。すぐさま、寄せて、もう一回クロスで逆に。もうラテンですね。めっちゃラテンですね。めっちゃラテンですね。ちょっとラインはちょっと僕はディスコっぽくしていきますけどね。こっちに入ったらば、ポップコーン。先ほど一回入れました。次は、もう一回入れます。そして、蹴って、蹴って。先ほどは蹴って蹴って3回やったんですけど、蹴って蹴って3回目は下からすくい上げるような動きで、お腹からすくい上げるような動きで後半のチャチャに持ってきて、左右というステップになっております。パターン2だけいってみましょう。セーブ、エッ、エン、ワン、ツー、スリー、フォー、エン、ファイブ、シー、セーブ、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シー、セーブン、エイ。まあ、最後は蹴っておこうが、置いておいてだろうが、この辺はね、誤差というか、お遊びの、段階なのでね、音を待つというか、音を埋めるような、ちょっと気持ちよく埋めるようなところなんで、まあ適宜皆さんで選んでいただければいいんじゃないかなと思います。ちょっと慣れない方は難しいかもしれませんので、とりあえずこの2パターンをまず今日やっていただいて、次にもう2パターン増えますんでね、とりあえずこの2パターンを別にやっていきますので、よろしくお願いします。曲でいってみますね。
はい、ということで、ソウルステップバリエーションということでね、はい、非常に楽しいステップですね。もちろん体重移動、そして床を押す感覚、そして体のライン、手足のバランス、もちろんそういうのはゆっくりゆっくり皆さんで作っていってください。はい、体に入れていく感じで自然とつく方もおれば、一個一個ポーズをねちゃんとこう取らないと難しいよっていう方もおられると思うんで、その方はそれで、はい、でだんだんリズムに合わせてやっていけるようにしていただいたらいいんじゃないかなと思います。はい、これが、まあ、前振りですよね。まあ、あと2つのパターンがありますんで、次回4つ続けていきますんで、はい、残りの2つも新しくレクチャーしますので、とりあえずこの2つ頑張って覚えててください。はい、少しでもいいなと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またね、バイバイ。